はい、どうも、エンタのゲームインドボックス。今回はこちらのゲーム&ウォッチスーパーマリオブラザーズ開封していきたいと思います。新たなミニが届きました。はい、ということで、今回ですね、ゲーム&ウォッチスーパーマリオブラザーズということで、スーパーマリオ35周年に発売された新たなゲーム&ウォッチ現代版といったんですね、現代版ゲームウォッチが届きましたので開封していきたいと思います。ゲーム&ウォッチということで、ゲームと時計の機能ですね、そちらを兼ね備えたゲームウォッチの、これはクラブニンテンドー復刻版ですね、がありますけれども、持ってるゲームウォッチはこれだけなんですけども復刻版しか持ってないです、一応ね、こちらとも比較していきたいし、ね、今年出たミニゲーム機といえばこれ、ゲームギアミクロもありますので、まあ、そこら辺と比較していきたいなと。あと、こちらですね。本体保護フィルム。まあ、全体保護フィルムと書かれたやつも一応買ってみましたので、まあ、そこら辺の使用感を紹介していきたいと思います。さらに、発売後に、任天堂公式ホームページで紹介されたいろんな機能、こちらの方も紹介していきたいなと思いますので、ぜひともお楽しみください。ということで、開封していきます。ということで、こちらがゲーム&ウォッチスーパーマリオブラザーズ版ですね。新たなカラー液晶を積んだ、ゲーム&ウォッチが発売されました。カラー液晶はもうこれが最初ですね。令和にして初めてになりました。まあ、裏面を見ていきますと、スーパーマリオブラザーズ、そしてスーパーマリオブラザーズ2、さらにボールというね、まあ、ここのゲーム&ウォッチ復刻版にも収録されているボールを動かしていくだけのゲームです。ボールを下に落とさないだけのゲームなんですけども、そのゲーム&ウォッチの、ボールの方も収録されてます。一応カラーにはなってるかな、若干のカラーにはなってるっぽいですけど、プラス時間の表示機ですね。時間表示中はマリオが後ろでなんかいろいろやってくれるということみたいです。このゲームウォッチはですね、充電池が中に入ってます。まあ、なので充電式です。USB Type-C で充電するとタイプに変わってます。なので、今回この収録にあたってですね、僕わざわざ電池切れしてたので、ボタン電池買ってきてですね、CR2032 ってやつですね。これを買ってきて、ボタン電池を買ってきてね、わざわざ付け直しましたけれども、これはもう時計機能中はもう画面オフにすることはできないですよね。ずっと光り続けるので、しばらく置いてるといつの間にか電池が消えてるってことになってるんですけど、これは充電式で、しかも電源オフにすることも可能なのでね、まあ、時計としての機能は若干もうあのおまけ程度みたいな感じなんですけど、まあ、一応時間表示もカラーでさせることができるし、充電しながらやったらずっと画面オンのままになるんかなっていう感じの仕様みたいなんで、置き時計としてもなんか使えるっぽいですね。じゃあちょっと開けていきます。まずはこれをスライドさせないといけないんだけど、シールがべったりついてます。取れるんでしょうか。はい、シール取れました。若干ノリが残りますけど、なんとかうまいこと拭き上げといきたいですノリが残りました。スライドさせるとここら辺の中カバーの方にいろいろついてるみたいですね、絵柄がね。裏面はこんな感じの絵柄になってて、表面はこれを動かすとボールが出てくると。ゲーム&ウォッチボール、このカバーを外しちゃうとゲーム&ウォッチカラースクリーンのボールのパッケージになると。ちなみに AC アダプターがないので別売りになります、ね。内容的にはゲーム&ウォッチスーパーマリオブラザーズ本体が1つ、 USB 充電ケーブルが1つで、セーフティーガイドが1つというところで、充電器は各自用意してくださいよというところになってます。はい、セーフティーガイド薄い1枚です。で、USB Type-C のケーブルですね。これは若干短めなんで、充電器が近くにないとやりづらい。で、充電しながらプレイはできるんだけど、このケーブル自体は短いので、ちょっと違うケーブルを用意しておいた方がいいかもしれないです。スライド式で出てきます。
今回はこちらでございます。おー、綺麗、美しいですね。復刻版のゲームウォッチと比較してみましょう。まあ、サイズ感的には若干大きくはなりますかね。若干の大きさは、でもその薄さ的なものもほぼ一緒ですし、若干この、なんですか、この角っこが削れてる感、ここら辺も一緒ですね。うん。はい。裏面の感じは若干違いますかね。うん。っていう感じです。まあ、電池式じゃなくなったので、電池穴はないし、電池蓋はないです。うん。ここにスーパーマリオブラザーズと書かれてます。復刻版に関しては、ボールと、ゲーム名が書かれてますね。はい。そんな感じ。側面に電源ボタンですね。ここで充電用のアダプターを挿すところがあります。はい。で、ここに多分スピーカーかな？スピーカーの穴がありますね。はい。そんな感じでございます。ちょっとあんまり本体ペタペタ触る前に、せっかくね、この全体保護フィルムを買ってみたので、ちょっとこれを取り付けたいです。さあ、ということで、今回購入した全体保護フィルム。極みというものなんですけれども、これはコロンバスサークルのオリジナル品ですね。うん。まあ、なので、ニンテンドオフィシャルというものではないんですけれども、まあ、いろんな機能が備わっており、この画面より左側部分の操作部分、プラス液晶部分、さらに画面の右側の部分を覆いかぶせるように、シールを貼ることで、全体を保護するよというところですね。フィルム、液晶のここの部分、この上下部分、液晶の外側の上下部分は何もカバーはされませんよというところですね。高透明度、気泡が消えるシステムで指紋防止、メイドインジャパンだそうです。はい、貼り方等々も書かれてますね。クロスがついてくるみたいです。クリーナークロス付きです。はい。まあ、貼り方が書かれてますんで。ちょっとそれ通りにつけてみたいと思います。結構ギリギリにフィルムは作られてますね。うん。ちょっと取り付けてみましょう。猫の毛が入ったな。ちょっと待って、猫の毛が入った。猫の毛なんや、これ。ちょっと取らなあかんな。これは取らなあかんわ。意味あるんかどうかわからんすけど、なんだ、うん。ちょっと効果がわからん。これはちょっと効果がわかりづらいです。貼るだけ貼りますけど、一応。はい、とりあえず貼れましたかね。まあ、こんな感じです。ディテールとしては若干この貼り方がむずいです。幅がわからんっていう。若干ここ浮いちゃいますよね。ここら辺若干の大きい液晶、画面の液晶フォーフィルムに関しては完璧に貼れたんですけど、あとこの AB ボタンのあたりが若干浮いている感じですね。うん、ここだけ若干色違うでしょ。そんな感じです。うん、なのでボタン周りの保護必要性があるのかというのを実際に考えた上で購入は検討した方がいいかもしれないです。そんな、コロンバスサークルの全体保護フィル、極みでございました。ということで、とりあえずまだ電源をつける前ですけれども、一応、ゲームギアミクロと比較してみます。こんな感じ。うん。まあ、液晶のサイズがもう、2倍ぐらい違いますね。うん。それぐらいのサイズ感の違いがあります。こっちは文字のあるゲームをしないといけないし、こっちはほぼ文字のないゲームですし、アクションゲームだけなんでね、ほぼ。だからまあ、そんなに画面の小ささは気にならないかなと思います。で、ゲーム&ウォッチの復刻版との比較。液晶がやっぱり広くなってますね。で、十字キーですね。十字キー。この扱いやすさも、ニンテンドークラシックミニのあのコントローラーのあの十字キーの感じに近いですかね。うん。ニンテンドークラシックミニお持ちの方はちょっと、あの十字キーで試してみてください。操作しやすさ具合はそんな感じです。
AB ボタンなんですけど、これはあのゲーム&ウォッチに寄せたので、ゴムボタンになってます。ゴムボタンですね。なので、若干ここはやりづらいかもしれないです。アクションゲーム向きではないゴムボタンなので、そこはちょっとやりづらいかなと思いますね。ここはゲーム&ウォッチに寄せまして。そんな感じ。じゃあ、実際にちょっと電源つけてみましょうかね。いきます。オン。あ、ついた。プレスタイムボタンということを促してきます。液晶は結構綺麗ですね。ドットの感じまで伝わるでしょうか。いいドット絵です。うん。ドットがきめ細やかで、すごい綺麗ですね。じゃあちょっとタイムボタン押してみましょう。これか。はい。ね、時計が、これ今、秒をここで表してると。で、セットボタンを押すと、これが音量ですね。で、これが輝度、明るさ設定もできるということですが、若干この十字キーがやりづらいかもしれない。真横に押してるつもりが上下に入ったりしますね。はい。まあ、音なしで遊ぶこともできると。いうことですね。で、セットタイム、時間の設定ができます。時間を設定しました。ちなみにタイムボタンを押すことで、この背景を変えることができます。この時間帯は 2種類だけ。で、特定の時間に設定することで、なんかいろいろあるみたいですね。7時頃に設定してみましょうか。はい、7時頃になると若干、背景が黒くなってます。お、なんか音が変わりましたね。7時になると音が変わりました。さらにチョロプーが出てきてますね。謎にこの世界観にチョロプーが出てくるという。なんか特定の時間でやっぱこういうことがあるみたいですね。で、ゲームボタンを押すとゲームを選ぶことができます。スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ2ボールという感じで。変えれます。で、こういうメニュー操作をしている間だけ、バッテリーの残量を見ることができるという感じです。いろいろちょっとお試しプレイしてみましょうかね。まずはボール。はい、カラーになってます。ゲーム A とゲーム B が選べますね。ゲーム B から行こう。ゲーム B はボール3つを操らないといけないと。で、これを、ま、やっぱ操作して、落とさないように、お手玉をしていくというゲームですね。まあ、こんな感じのゲームです。で、ゲーム中にゲームボタンを押すと、ゲームを切り替えることができるし、ゲーム中にタイムボタンを押すと、タイム表示、時計表示に戻ります。で、まあ、ゲームを切り替えますか。スーパーマリオブラザーズですね。これも普通に遊べますね。B ダッシュもできるし。若干この AB ボタンだけ押しづらいぐらいなんで。で、ここスピーカーなんで、ここをかぶせると音がちっちゃいですね。持ち方注意です。音が聞こえなくなっちゃいますんでね。ボタン以外は両方です。十字キーもやりやすいかなと思います。はい。普通に遊べます。で、ゲーム中にゲームボタンを押すことで切り替えれて、もう一回同じゲームにすると、その途中から始めることができます。ポーズボタンがないのでね、再開は A ボタンになります。で、スーパーマリオブラザーズ2もちょっと見てみましょう。無限キャップができるか。いきました。無限キャップ可能です。できました。
ただこれ無限キャップ121機以上上げちゃうと、ダメなんですよね。うん、だから121機手前で止めないといけないという難しさがあります。お気をつけください。まあ、こうやって無限キャップするという方法もあるんですけれども、もう一個方法があります。あ、リセットゲームっていうのがありますね。はい。これでちょっとリセットしますが、これ任天堂公式が発表している裏技というか、ゲームの楽しみ方みたいなね、遊びのヒントと書かれてますか。うん。任天堂公式ホームページで見ることができる遊びのヒントとして、無限マリオというモードがあります。これマリオブラザーズ1でも2でもどっちでもいいんですけれども、このゲーム開始時、スタートボタンがないので A ボタンを押すんですけど、A ボタン長押しをすることで、無限マリオ、マリオがいくら死んでも、大丈夫なモードっていうのが追加されてます。まあ、無限一気アップは有限なんですよ、実はね。うん。120何機までしかないと。ほんまの無限になれるという。そういうモードがあるみたいです。A ボタン長押しできるみたいです。行ってみましょう。いきます。A ボタン長押し。行ってる？行った。結構長押し、時間かけないといけないですね。結構長めに長押ししないといけない。結構長い。はい。残機が無限のあの字になってますね。うん。これで無限モードに入れると。これは原作にないので、このゲーム&ウォッチだけの機能ですね。で、さらにワールド選択ということで、クリアすることで、ワールド選択をすることができるみたいですね。ちょっとやってみましょうか。マリオブラザーズ。もうちょっと進めてみましょう。さあ、とりあえずワールド4まで来ました。4の1です。これで一旦リセットをして、で、ワールドセレクトはですね、B ボタンを押すことでできます。あ、これでワールド4まで来たので、4面まで、好きなワールドから始めることができますね。なので、1回8面までクリアすると、ワールド8の1から始めたりとか、いう、そういう遊びもできます。うん。これも、ゲーム&ウォッチ独自の機能です。さらに、ゲームをエンディングまでプレイすると、難易度の選択ができる。というモードもあるみたいですね。ハードモード。みたいなのが選択できて、キャラクター、敵キャラクターが変化する。難易度アップ版を遊ぶことができると。さらに、ワールド A から D ということで、これ一回クリアするごとに、星がつきます。スーパーマリオブラザーズ2は。ここら辺かな？マリオっていうところの。ここら辺ぐらいに星がついてきます。これ星を8個集める。8つ以上集めると。その、ワールド A から D という裏コースに入ることができます。残機無限モードもあるんでね。そういったもの活用してですね、A から D コース、ワールド A から D、これを楽しむこともできます。で、さらに、ボールモードにして、これをタイトル画面で A ボタンを押し続けると、ルイージーでプレイすることができる。これはマリオでプレイしてますね。これをルイージーにすることができるみたいです。A ボタン長押し。あ、急に変わる。急にルイージーになるね。ルイージで遊ぶことができます。A ボタン長押し。こんな隠しギミックがあるんですね。うん、ちなみに、この時計の時間、1時11分にすると、1時11分にすることで、月相が出てきます。はい。こういう特別な時間帯もあるみたいですね。月相が 3体も出てきますね。結晶3体。こういうギミックがあります。さらに、この時計機能表示中に A ボタン長押し。はい。これで、マリオの絵描き歌のモードが入れます。これも追加要素。ただ、このマリオの絵描き歌の状態で、これなんかこれ英語版かな？で、これが何だろう。ドイツ版かわかんないですけど。なんかいろいろなフランス語をやったり、なんだろう、ロシア語的なもの、ドイツ語的なものたちがあるんですけど、なんか、言語設定がおかしくなってるみたいで、これが何語かわからないけど、この言語を選んでもその言葉の
絵描き歌になるとも限らないみたいです。不一致みたいです。なんかその一覧表みたいなの出ましたけど、全然バラバラでした。日本語は日本語しっかり なってるんですけど、それ以外の言語かなりぐちゃぐちゃです。そこだけ注意が必要ですね。ということで、じゃあマリオの絵描き歌をちょっと見て終わりましょうかね、そろそろ。あ、英語ですもんね。字幕は日本語やけど。これは英語でええんか。はい、急にマリオになりますけど、急にマリオが完成しちゃうんですけど、こんな感じの機能もあるみたいですね。ということで、そんな感じのスーパーマリオブラザーズゲーム&ウォッチ版でした。せっかくなんでちょっとゲームギアミクロと見比べてみますか。この差ですこの差です。やっぱこの液晶のサイズの差はでかいですね。2倍から3倍ぐらいあります。まあ、カラー液晶両方バックライトついてるんで、見やすいのは見やすいんだけど、持ちの見やすさ的なところで言うと、まあ、一番ゲームウォッチスーパーマリオブラザーズがいいかなというところはありますかね。まあ、このゲームウォッチ黒板についてるとこの台座があるとすごい締まります、ね。いい感じの見た目になります。まあ、これゲームギアミクロと値段的にはほぼ一緒なんですよね。まあ、収録ゲーム数はこっち4本でこっちは3本。まあ、時計も入れると4本になりますけど、怪しいところなんですか。まあ、遊びやすさ的にはどっちもそんな変わらないですけど、遊びやすさ的に、ただその文字の見やすさというか、画面の見やすさ的に言えば、ゲームウォッチもいい。強いて言うなら両方おすすめしたいところです。おすすめとしては両方なんですけどもね、まあ、一応こういったものがありますよというところで、あとは全体保護フィルム機関の紹介もしましたので、気になる方はいろいろ探してみてください。ということで、ゲーム&ウォッチスーパーマリオブラザーズ開封してみました。また別の動画でお会いいたしましょう。ゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。